久しぶりのね、亀山といえばフルクラットのね、ジグストじゃなくてライトテキサスが効きますよ。おはようございます、釣り子 TV です。千葉県亀山ダムの時田ボートで開催されたフォワードブルーの釣り大会に参加してきましたよ。なかなかね、すごい天気だったんですけど、久しぶりにこれ大活躍してくれましたよ。まずはこちらをご覧ください。出ます、出ます。降ってきた？あ、本当だ。どこやっかね。佐川行っちゃってもいいけど、こっち気になってってのもな。じゃあ皆様すみません、大変お待たせしました。フォワードブルーカップ2022、スタートします。よろしくお願いします。うわ、迷うな俺。どうする？全然頭が働いてないな。そこを2人入るだろう。ちょっとよ、一瞬投げる。お、やってるよ、正面。違う、こっち。あー、全然違う。あー、すげえ。ほら。あれだ、あれ。速攻だわ。よっしゃ、よいしょ。ちょっとこうか、田中ファミリーラインに送るように。はいよ。ちょっと待って、ビデオ写真。はい、オッケー。うん、
よっしゃ、ああバレた。これで切られるんだよね。出る最中に思ったよりでもフィーディングの数が想定より少ないな。もうちょっとガバガバやってほしかったな。よいしょ。どうすっかな、全然フィーディングもしないな。わあ、結構降ってきたな。ちょっと行くよ。
ちょっと大きめをちょっと早めに時田方面流していくよ。とさ、ちょっとあの対岸の岩盤の方行くよ。おー、降るなら降れ降れ、いっぱい降ってくれ。降るなら柳島どうかね。柳島、ああ、チャタとかじゃダメなのかな。また雨が止まっちゃった。これはきついな。多分さ、この船ってビルジポンプって積んであるの？
こういう雨の時ってブルフラット来るはずなんだけどね。なんか雨が止まっちゃうんだよな。雨が止まっちゃう。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。いいサイズかも。いいよ。よいしょ。はい。イエーイ。はい。オッケー。よし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 、父さん、ちょっと待って、どうしようどうしよう、はい、よいしょ、え？ああ、活性が上がり出してるような。
頼む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 、よっしゃー、よっしゃー、はい、ブルフラットのクロー、ライトテキサス、久しぶりのね、亀山といえばブルフラットのね、ジグストじゃなくてライトテキサスが効きますよ。グラビアスにロデオクラフトのホワイトウルフの組み合わせ、大会中に嬉しい一匹、イエイ。はい、ブルフラット来ましたよね。うん、そうそう、ライトテキサス、ブルフラット効くんですよ、亀山。おかしいぐらい。よいしょ、手がちょっと震えてる、大会中のね、いいサイズ、あのカバーにいた、よし、すごい雨が降ってカレントが発生してね、そんな感じの一本でございます。今の1匹が釣れたから、こっからライトリグで2匹なんとか揃えて、そんで展開した方がいいのか。いやー、どうかな、50とか出る時期だから。雨が降ったり止んだりの状況ですが、ジャンジャン降りの時はもう糸の動きも目視できないから、いやー、父さん、スモラバで当たり出てんだから、とりあえずスモラバで30センチぐらいの狙った方がいいと思う。はい、ちょっとずりずり引きずり出したから、あれは結び直して、フルフラットの黒ですね。よし、あと30分ぐらいこれで。ポイントはカバーとかステイトとかがきついんで、針先は出さないように。あー、だとか、やっと1匹4、6ぐらいでした。もう1匹も釣れなかったんで助かりましたありがとうございます。
うん。うん。うん。さっきのあっちで大きなの釣ってた人も、雨跡のなんか、変化、だから そこの可憐とかそこら辺にできてる流れ出しか、雨が降ってる最中だったらこっち際打ってるだけでパカポコ釣れたりするんだけど、雨止まっちゃったから25cm かな。言われなくてもやるからよ。よいしょ。あ、大丈夫。こっちでやるよ。はい、スモラバです。ディトレーターを、ね、トレーラーにして。イエイ。26cm、イエス。ディトレーター様々だね。困った時は昔からスモラバはディトレーター。最近あの山ミミズバッキーガケとか使ってるけど、ここぞって時はディトレーター。何時に帰り出せばいいかな。12時20分に帰り出せば大丈夫だよ。今何分？今11時55分。はい。
えらいこっちゃ。とんでもないこと。ここ嵐になるとなんかスイッチ入るときあるから。行きまーす。よいしょ。後ろラダー外せる？魚をキャッチできたようで、参加者が40名、その中で本でも上に行った方が36人、まあ、約 90% のメインで、3本のリミットメイクを達成された方が10分の23。展開となります。代表組織に移ります。まず、10位から、発表させていただきます。10位がですね、宮沢さん、マンゴーで 89.5cm、 第9位、松田優生さん、マンゴーで 91.5cm。
けで帰ってきました。結構ねいいサイズの魚も釣れたんで、もう少し上位いけないかななんて期待をしましたが、さすがハイシーズン、5位ということでお立ち台に上がることはできませんでした。ただね、何ヶ月ぶりかな、久しぶりの亀山ダムでね、大好きな、ブルフラットライトテキサスで釣れてね、改めていいフィールドだななんていう風に感じましたけども、当日のね、まあ、作戦忘れないうちにということで、雨がねザンザン降る予報だったので、こういったタックルとか、あとは、動画の中でもやってましたけども、チャターベイトであるとか表層のトップウォーターであるとか、比較的ね、強めの釣りでなんとか3匹揃えれば、優勝できるんじゃないかね、そんな目論みで行ったんですけども、なかなかね雨が始まる時間が遅くてですね、なんというかこう雨が降り始めて、それが山に染み込んで、そして流れ出てきて、で濁りの変化が現れて、そういうね、タイミングでこういったブルフラットとかねすごい効くんですけども、ようやく釣れたのがですね11時過ぎだったかな。それまでねノーフィッシュで、後ろでね、釣りをしていたうちのですねお父さんはですね、もうスモラバで最初からね、そこで2匹ぐらい釣ってたのかな。でその後もね数を重ねて、3匹のね、リミット取ってましたけども、ただまああの釣りをやっちゃうとなかなかねサイズは出ないかななんて思って、今回ね自分ねこのブルフラットとか、あとはチャターベイトとかね、過去にこの季節に比較的大きな魚が釣れるっていうね、そういった釣りでね展開していったんですけども、ただまああの動画でもやってましたけども、これで1匹釣ったのが11時頃で、でそこからなんとかね、2匹を釣らなければいけないね、3匹のリミットを釣りたいということで、こういったね抑えのスピニングタックルも活躍してくれました。これはですねスペルバウンドコアの SCS602/1UL の ST っていうね竿ですね。こんな感じの竿、ソリッドティップでね針があって、ちょっとライトリグとか使うのに重宝しているので、今回こんな感じのタックルに、最後困った時に活躍してくれたのがねこの中にね入ってるんですけども、まずこうスモラバですね。もうね亀山でねなんとか釣りたいっていう時、こういったねスモラバがあるとね大活躍してくれるんですけども、それで、トレーラーがこういった感じのゲイリー山本のですね、これディトレーターですね。あー、こんな組み合わせね。それで、これを中層でスイミングさせるっていうね、そういった感じの戦略ですね。前回ね釣りの大会で亀山行った時はこのトレーラーのところを山ミミズでね準備していったんですけども、山ミミズねもう片っ端から見える魚が釣れちゃうんで、比較的20センチ以下ぐらいの魚がね結構釣れたななんていう印象があって、トレーラーはですね山ミミズではなくて、今回はねこういった感じのディトレーターね、この組み合わせにしてからはねここ怪しいななんていうねポイントに入れるとね、比較的素直にね、バスが反応してくれて、そこのバスが、まあ、スモラバの効果もあって、まあ、30から35センチぐらいのがあとね2匹釣れたら、まあ、万々歳だったんですけども、釣りできる時間もねちょっと少なくて、なんとかね26センチ27センチだったかな、かき集めて、それでもってリミットメイク。ただまあその2匹がなかったらそもそももうね5位も何もないので、本当ね困った時にこういったね、ゲイリー素材のワームと、あと信頼のね、スモラバ、これはですねケイテックのスモラバだったかな、昔からねお気に入りでかかりが良くてねよく使っているんですけども、それにまあ何かこう自分のお気に入りのね、こういったライトリグの道具ね、こういったのを準備しておけば、まあ坊主はないんじゃないかなね。今回釣りの大会だったから、まあこういうのでリミットメイクしてから、大型狙いに移行するっていうやり方もあると思うんですけども、今回はね特にその年間とかがかかった戦いではなかったので、1匹でかいのが釣れたらそれからどう
考えようかっていうね、そういうね逆の考え方でね、とりあえず46センチっていう、まあ、その日のサイズで言ったら多分2番目に大きい魚だと思うんですけども、46センチがブルフラットに連れてくれて、じゃあそこからかき集めようっていうね、こういう展開で、頑張ってみました。でね、今回一番最大の魚を連れてきてくれたのはこういったタックルですね。ジーニアスプロジェクトのこれね、グラビアスのギア比が7のものに、ロデオクラフトのですねこれホワイトウルフ、17ポンドクラス7フィート前後で、17ポンドぐらいの糸の、強さで使うと使いやすいよっていう番手なんですけども、これがねジグストとかライトテキサスとかにね自分の場合すごいね具合よく使えてくれるんで、こんな感じのタックル で糸はねこれ16ポンドだったと思うんですけども、ちょっとカバーの中とか入れてもね比較的持ちのいいそういった糸を入れておりまして、はい。でね、今回大きな魚を連れてきてくれたのはこういう感じでブルフラットのね 4.8 インチにこれね 3.5 グラムの重りだったかな、 3.5 とね 2.5 とかを使い分けるんですけども、フリーの状態のねライトテキサスリグで、でカラーはねブラックカラー、ここら辺は濃いめなカラーであればねエスカッパのとか何でもいいんですけども、たまたまね、黒あったんで使ってみました。でね最近ねこういう感じでちょっとねナローゲーブのね針をね使うんですよね。これガマカツの針だったと思うんですけども、カバースキャットとかにね使う針なんですけども、これの60番だったかな、これをねブルフラットにセットすると針先がね比較的セットバックされたところに準備されるんで、かかりが良くてねお気に入りで使っております。でこういう感じで針先をできるだけ出さないようにセッティングね、これにこのジーニアスプロジェクトのねこのねベイトフックキーパーですね、これでセットしておくと針先とかを一回も露出することなく、釣りに臨めるので結構快適にね、テンポよく釣りが進められますということで、まあいつものセットですね、まあ、こんな感じのね組み合わせでね、今回久しぶりの亀山ダムね、自分なりに非常に楽しい釣りがねできたな、ね、ギリギリでなんとか3匹揃えて、それで、まあ、成績としては5位入賞、はい。とまあね、ざっとこんな感じの、タックルで釣りを楽しんできたんですけども、やっぱりね雨が降った後新しいね流れ込みとかが出てくるとね、こういったね、ボリューミーなねワームとかでもしっかりと反応してくれるし、あとはね横で後ろに乗っていた、うちの親父殿のね釣りを見ていても、数を釣ろうと思ったらねしっかりね数釣りなんかにも、対応してくる、本当ね亀山ダムの懐の広さっていうかね、バスフィッシングが楽しめるフィールドだなっていうのを改めて感じました。またねフォワードブルーの大会、初めて参加したんですけども、非常にね和気あいあいと、なおかつレベルのね高いねこう戦いが展開されていたんで、そういった大会に出て上位の人のね釣り方とかね考え方を表彰式で聞くなんていうのもね非常に、レベルアップのヒントになるので、ぜひねまだ参加したことないよなんていう方がいたらですね、亀山ダムいろんな釣り大会ねいろんなボート屋さんで行われているので、ご自身のねこんな大会いいかもっていうのね、ぜひ参加してみてください。自分と北ボートで開催される釣り大会なんかよく参加しているので、現場でお会いしましたらぜひですね、声かけてください。今回もねいつもね動画見てますよなんていうですねフレッシュな青年としばらくお話しすることができて、非常にね、楽しかったなーなんてね思い出がね、いっぱいなので、またタイミングで釣り大会の方参加していきたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、亀山ダムで行われたフォワードブルーの釣り大会ですね、これに参戦したところ、このブルフラットが大活躍してくれたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。